福沢全集は、福沢諭吉の作品の全集、4種類の福沢全集が発行されている。明治版、福沢全集全五巻大正版、福沢全集全十巻昭和版、続福沢全集全七巻原稿版、福沢諭吉全集1898年に発行されたもの。福沢諭吉自身によって編纂された。前五巻、時事新報社館。 1> 第1巻の最初に主要な作品を解説した福沢全集諸源を収録し、それ以後は年代順に作品を配列している。なお、日本婦人論は時事新報に掲載された後、単行本化されなかったが、明治版全集の第5巻に収録された。全集発行前後に発表された作品は含まれていない。国立国会図書館デジタルコレクションで閲覧できる。 1925年から1926年に発行されたもの、石川官名によって編纂された、前十巻、国民図書館、第一巻から第六巻の途中までを、明治版と同じ構成で収録、さらに明治版に収録されなかった作品を収録した。さらに、第八巻から第十巻に、時事新報掲載の社説や万言などを、時事論集として収録した。 なお、旧版上は、時事新報に掲載された後、単行本化されなかったが、大正版全集の第6巻に収録された。また、国会論は1879年に、郵便放置新聞史上に、藤田茂吉、三浦正人の名義で掲載されて、単行本化されたもので、明治版全集の発行時には福沢が執筆したものとは公表されていなかったため、 明治版全集には収録されず、大正版全集の第8巻に、時事論集の一つとして、初めて収録された。国立国会図書館デジタルコレクションで閲覧できる。1933年から1934年に発行されたもの。石川官名によって編纂された。全7巻。岩波書店館。大正版から漏れていた、時事論集と書館集。 処分集からなる。そのため、対象版と重複する作品は収録されていない。第2巻に、時事新報掲載の無署名者説である、脱アロンが、初めて収録された。国立国会図書館デジタルコレクションで閲覧できる。弊社の石川は、第5巻737ページの付記に次のように、記している。石川官名は百八十五年に、時事新報社に入社した。 1887年頃から、社説の執筆を執筆するようになった。1891年から1892年頃から、主として石川が社説を執筆した。福沢の晩年には石川がほとんどすべての社説を執筆するようになった。先生病後編に収録した1898年9月に、福沢が脳卒中で倒れた後の社説78編はすべて、 石川が執筆した。さらに吹きの後に、福沢没後約10年後に、石川が執筆した大逆事件関係の社説10編を収録している。初版は1958年から1964年に発行された。富田正文と土橋俊一によって編纂された。全21巻、岩波書店館。 再版は1969年から1971年に発行され、初版出版以後に発見された作品をまとめて、第22番目の別館として追加された。全22巻。大正版と昭和版を合わせて、さらに漏れていた作品を集めたものである。なお、国会論は、大正版全集では、時事論集の一つとして収録されていたが、原稿版全集では、 単行本の一つとして、第5巻に収録された。その結果、現行版全集の第8巻から第16巻を占める、時事論集収録の論説はすべて、時事新報に掲載されたもののみになったため、時事論集は時事新報論集に解明されることになった。第16巻には、福沢諭吉が1901年2月3日に、亡くなってから後に掲載された写説が6編。 収録されている。これらは、時事新報主筆の石川官名が執筆したものである。ありがとうございます。